どうもー、っちでーす。今日はですね、前回に引き続きつぶつぶのプレミアムボックス確率アップの方もやっていきたいと思います。今やっているですね、こちら美女と野獣なんですけれども、前回はですね、まあ、僕の予想で取りづらいであろうロマンスベルの方が先に出てしまいました。で、あとこのロマンス野獣の方ですね、これを今日は狙ってやっていきたいと思います。じゃあ早速引いていきましょう。さあ、じゃあまずですね、1回目やっていきましょう。どうかな、出るかな。1回目で出てくるのがいいんだけど。さあ、いきますよ。さあ、どうだ、来い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 。あー、なんか結構このバースデーアダよく出るね。いつの間にかスキル4になってる。はい、じゃあ次いきましょう。さあ、今日は出てくれるかな。前回はね、ロマンスベルの方ばっかり出てね全然野獣出てこなかったからね、偏りがひどいんだよね。はい、じゃあいきますよ。さあ、どうだ、来い来い来い。シンバか、シンバも4か。結構もうスキル上がってるね。はい、じゃあ次いきます。さあ、どうでしょう、来るか、来い来い来い。おおなんだ今日バースデーアダすごい出てくる全然関係ないんだけどね。あと7回ですね。はい、じゃあやっていきましょう。さあ、どうでしょう、来るか、来い。おー、モアナ。あれ、前回はなんかマウイがすごい出てたような気がしたな。はい、じゃあ次行きましょう。さあ、どうだ、どうだ、来るか、ドン。おお、アナだ。あ、じゃあアナじゃない、アナか。あ、違う、エルサだエルサが出ましたエルサもスキル4ですね。うん、うわ、残り半分になっちゃいました。早いんだよね、貯めるのは。全然すごい時間かかるんだけど。さあ、どうでしょう、来るか、どうだ。おお、パスカルもよく見る。もうスキル5ですね、今も。うーん、難しいのか、また残り4回ですね。はい、行きましょう。厳しいな。さあ、どうだ、来い来い来い。アースラ、アースラ、アースラとか、なんか最初金思ったんだけど、粒が、新しい粒が出た後、その粒全然今まで出なかったのに急になんか出てくる傾向にあるよね。やっぱり一回出ちゃえばもうなんか出ししぶりはしなくなるのかな。はい、じゃあ次行きましょう。あと3回、あと3回か、早いな。さあ、どうだ、来い。うわー、出た、きたー、やった U 字型に粒を凍らせて中央の粒を消すよ。どんなスキルだろうこれ。まあ、今回ですね、僕もう美女と野獣のイベント終わっちゃってるんですよ、全部。あの、おまけも含めてですね、終わってしまってるので、今もう出ても、まあ何言ってもないんですけど、まあ、とりあえず新しい野獣が出ました、出ましたね。ああ、よかった、ギリギリだった、残り2回だった。ちなみに今月って何が出るんだろう。あ、なるほど。今ですね、まあ、約1年ちょっとかけて、あのヤングオイスターを今まで育ててたんですけれども、こちらですね。次はもうこれでコイン稼ぎ積むはもうマックスになったので、スキルの方ですね。次はですね、あ、これこれ、シンデレラ、シンデレラをスキルマックスに育てていこうかなと思ってます。で、今回もシンデレラリストの中にいるみたいなんですよね。
あ、いたいた、白雪姫の上ですね、シンデレラ。なのでちょっとこれを狙う意味でもあと2回もですね、ちょっと今回引いちゃおうと思います。なかなかね、確率アップ中じゃないとね、出づらいんだけど、でもシンデレラは結構今までやってると結構出てる傾向にあるんだよね。なのでちょっとやっていきます。いきますよ。さあどうだ、来い。あ、ベルも出た。ロマンスベル3になりましたね。スキルアップです。はい、じゃあラスト1回ですね、シンデレラ狙っていきたいと思います。いきますよ。さあどうだ、来るか、来い。おお、モアナもよく出るな。結局出なかった。難しいな、なかなか。はい、というわけでですね、今回はこちらロマンス野獣なんとか出すことができました。まあ、次回ですね、次は何だろう、ピックアップガチャ来るのかな。先月一番最後ですごい遅かったからね、ちょっとわからないんですけれども、まあ、またコインタメの方ですね、やっておきたいと思います。Cチャンネルでは Twitter、Facebook もやってます。フォロー、いいね、お願いします。あとこちら、チャンネル登録ぜひお願いします。Cでした。